今日はですね、洛西の竹林公園にね、ちょっとやってきてます。GoPro 置いてきてしまったんでね、ちょっとコンデジで動画撮影してますけどね、ちょっと幽霊とかがね、もしかしたら出るかもしれない。この橋がね、都道橋っていうんですけど、本来はね、京都の一条の方にねあった橋なんですよね。昔は応仁の乱のね発端になったことで知られる橋ですね。書いてありますね。応教寺門前東西通り都度の辻、戦国時代この橋を挟んで合戦が行われたからである。細川勝元方のね、三宅、水田、茨城、芥川など摂津の武将が布陣し、山名方の平賀氏と激しく戦った。明治40年に改築したもので、小川が埋められ昭和38年に小川が埋められ石橋の貴重な遺構として現地に礎石を残し、ここに移築したものである。昔ながらのね、石の橋なんですね。こちらがね、石仏なんですけどね、石仏がこんなたくさんね置いてあるんですけど、なぜかね竹林公園にこれらの石仏がね、なんとね旧二条城、信長がね将軍足利義昭のために作ったね二条城の跡から出土したね石仏なんですよね。結構なね数の石仏がね置かれてますけど、ここに書いてますね、旧二条城関係の石造仏群。旧二条城は織田信長が室町幕府15代将軍足利義昭のために築造したもので、烏丸太町交差点北に位置し、
発見された石石垣には自然石の他に石仏、供養塔、五輪塔、礎石、建材等が使用された。当時日本で布教活動していたポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの表した日本史の中にも、信長は多数の石像を倒し首に縄をつけて工事場に引かしめた、都の住民はこれらの偶像を畏敬していたので、それは彼らに驚嘆と恐怖を生じ、で締めたという記載があり、都中のね、要はこういう仏像とかを集めさせたんでしょうね、都の近辺か都か。先日もね、大河ドラマ麒麟が来るの中でもね、こういう石仏を割って使っているシーンがありましたけどね、まあ、まさしくそういうことをね、やっていたという、まあ、ことなんですね。竹林公園にはね、なんかいろんな種類の竹がね、植えてあるんですよね。歩けるようになってる。